主に泣いてますは、東村明子による日本の漫画作品。講談社、モーニングで2010年14号より2013年4.5合併号まで連載された。2012年7月より、テレビドラマ化。主に泣いていますは誤りである。絶世の美貌を持つがゆえに発酵な人生を、送っている女性、泉と関わる、人々の騒動を描いたシュールなラブコメディ。 東京都墨田区向島を舞台にしている。とある有名画家のモデル兼愛人である、今野泉は、自他共に認める絶世の美女であるが、他人の人生を狂わすほどの美貌ゆえに、発酵の人生を送ってきた。そんな彼女の望みは、ただ好きな人のそばにいること。世間から身を隠すようにつ,つましく生きる彼女と、そんな彼女に見せられた人々の物語。 2012年7月7日から9月8日まで毎週土曜日23時10分23時55分のドドラ枠にて放送された主演は7著なお7著は本作が連続ドラマ初出演で初主演となるドラマではタイトル表示が番組本編の終わりまで出てこない7月21日は FNS27 時間テレビ笑っていいとも 真夏の超団決特大号。徹夜で頑張っちゃってもいいかな放送のため、8月4日は、ロンドンオリンピック中継など、編成の都合上を休止。8月11日は当初は、定時での放送予定とされたが、ロンドン五輪、女子バレーボール3位決定戦、日本対韓国戦中継の延長により23時40分マイナス0、25に30分延期された。また、 富士テレビオンデマンドにより、有料で見逃し配信されている。岩壁で自殺を図ろうとしていた、今野泉は、社生旅行で諸国を回っていた、青山ひとしに優しい言葉をかけられ、命を救われる。それから、ひとしを深く愛するようになる。 主要人物その他ゲスト2012年9月1日より美漫画で漫画に1コマずつ効果音などをつけて撮影し声優が声を当てる動画が全12話放送された。全27話。ありがとうございます。